皆さん、まあ、一部の方は必ずこう3話っていうのは一つあったんですけど、あそこでまずその人外のものになるっていう転換、大きな転換点で、まあ、実際のこのジョジョのこの冒険の本題に入っていく回もあるし、そうですね、まあ事実上の最終回ですよね。そうですよね。そうです。僕それまでの話の沖津君と喋ってたんだけど、あれもう3話で終わってもいいよねっていうぐらいの話だったし、見事にね、人間をやめて吸血鬼になって倒されて終わり、よかったねっていうような話だったけど、まあ皆さん多分おっしゃってると思いますけど、3話はちょっと尋常じゃなかったですね。そうですよ、これは不思議なぐらいに尋常じゃなかったですね。スタジオが真っ赤に炎に包まれて燃えてましたからね。それぐらいのこの幻覚じゃないけど、なんか不思議な空間、自分たちが館の中に、燃える館の中に実際にいて、まあ僕たちは戦ってるけど、まあもしくは俯瞰で見てる側に立ってるような、そんな錯覚を得たっていうふうに言う人もいるぐらい、僕たちは実際になんかそれを体感してたっていうぐらい、なんかね、面白い経験を26年やってきてますけど、あそこまで錯覚をすることはなかったですね。初めての経験だったですね。なんか自分がまさにディオになって、沖津くんがジョジョになって、そこで戦ってる、もうそのものズバリ、本当は小安武人が声を当ててるっていうのが普通なんだけど、じゃなくてもう自分がディオになってその場所で戦ってるような雰囲気ぐらいのことを、3話はちょっと味わいましたね。すごかったですね。それはラストテストの時からそうでしたね。尋常じゃないラストテストだったからね。ラステスがあってからだからね。まあ本当僕もすごいその臨場感ってすごくて、でなんだろう、本当にその感じ感覚がバッてきたもので、そのまんまセリフでバンって出せたっていうのは、もう僕も同じでした。まあセリフのやり取りとかも非常に面白かったし、戦って落ちていって最後は女神像に刺さるところとかの一連のシーンがすごくこう声に出すセリフとモノローグとのこうすごい速いテンポとか、畳みかけるような展開とか、ああいうので多分どんどんこう。自分のテンションが上がって、それこそアドレナリン、アドレナリンがこう頭にこういっぱい出てきて、それでこうテンション上がってったんだと思うんだけど、まあいわゆるランナーズハイみたいなこととかいうのと、僕はだから役者として初めてハイになる、非常に楽しい3話だった。本当に3話やって満足しちゃったもん。後の4話から9話までのディオはもう悪役として出来上がってるディオだったので、まあ、正直なところそんなに別に、何かこう自分の体の中にすごい活力がみなぎって楽しいハイだっていう感じまではいかなかったですね。やっぱり3話までの一連の流れが少年期から青年期になって、で吸血鬼になって、で亡くなってっていうところまでが。すごくディオとしてやりきった感があって、あとはね、割とね、なんか老後みたいな。僕の中ではそう、ディオはもうこの死んだあそこでもう僕の中では完結。4話からのディオは吸血鬼として新たなるディオ。だから今までのディオではなくて、全くもう人間をやめちゃって吸血鬼として出来上がっている、いわゆる DIO に近い方の。だからこう新キャラな感じ、僕の中では全く新しい新キャラディオが出てきたような感覚だったから、あそこでかなりリセット、したね。だから一番楽しかったのは1話から3話まで。